金谷駅からはるばる75分、千頭駅にやってきました。本日はあの看板にあるような、大井川の本領発揮ゾーンを五感で堪能します。動画だと視覚聴覚しかないジレンマ。皆様いつも、東海道線の静岡地区で大井川を越えるとき、ワクワクするでしょ？あの上流付近には何があるのか。それを見に行くのがこの動画です。よろしくお願いします。どっかしかで車両が故障したので遅れるとか聞こえた気がしますが、大丈夫でしょう。使われている客車はスロフ300系。ちっちゃかわいい車両です。船々の山間部を抜けるために、こんなかわいい車両が使われているのです。カーブに強いので、小さめの車両自体は進行通システムでも見られますが、でもさすがにスロフ300系が一番小さい。なんて言いながら、レトロなロングシート車のスロミ202の横を抜け、後方車両へ。こいつが後ろから支えたり牽引したりする車両で、DD20 系って言います。全部で6編成いるのですが、それぞれにあだ名が付けられています。人をあだ名で呼ぶことすら禁じるらしい近年の小学校とは、逆を行く車両です。で、これはラスナン206編成で、ひじり、って呼ばれています。3000メートル級の山々を誇る赤石山脈の中に、ひじりだけ、がありますので、多分そこから取ってきているものかと思われます。他の仲間のあだ名は、イカは、赤石など、わかりやすいものから、スイスの登山鉄道から取ったロートホルン、その鉄道が通ることから島田市と姉妹都市になったグリエンプなど、由来は多岐にわたります。日本どころか、グローバルなローカル線、それが大井川鉄道です。視野を日本に戻しまして、大鉄は全国登山鉄道パーミル会にも所属しています。パーミルはここでは傾斜の単位、登山鉄道でもあり観光地が付近にあるという理由で、大鉄含め7社が加入しています。大鉄自体が観光地だろって？私もそう思います。まあ細かいこと言わず、早いとこ乗り込みましょう。こんな路線に、バリアフリーなんて概念を持ち込んだら負けです。というわけでスロフ304号に乗車。実はこのスロフ300系は、たびたびマイナーチェンジを食らっていまして、懐かしい形の座席と、アメリカのバスっぽい二段窓を、覚えといてください。で、こちらが別の車両で、スロフ306号って言います。どうやら先ほどのスロフ304から、15年以上後に作られた車両らしく、比べてみると、椅子がバスっぽくなった代わりに、窓はガラガラ下ろせるようになりました。と、同形式でも微妙に違うのが、スロフ300系の特徴です。そういや東海道本線にも、同形式でも微妙に違いまくる車両がいましたね。とにかく、井川に向けて、その大自然を満喫しましょう。満喫。運休ですか、まあ仕方のないことです。井川線の車窓を見ながら何か食べる的なことしたいので、一旦昼ご飯買いに行きましょう。1時間ほど暇を潰し、スケロク寿司片手に、千頭駅に戻ってきました。今度こそ、井川まで行く便の終電に乗り込みます。この便の発車時刻は、13時36分の予定。これでも井川着の終電。井川線沿線に住めば、終電を言い訳に早めの退勤ができそう。リモートワークやらせるから意味ない？はい。13時36分、鈍い加速ときしむ音に囲まれて、千頭駅を発車します。次は川根両国。ここから井川までの約 25.5 キロ、13駅を、110分ほどかけてゆっくり進んでいきます。単線なので行き違い待ちとかもありますが、行程速度は時速14キロ未満です。箱根駅伝だったら多分、帰れ、って言われるぐらいの速度です。ちなみに速度計には40まで数字がありますが、最高時速はせいぜい30キロ程度です。100メートル走車よりはるかに遅い。そんな文字通りのスローライフ路線、大井川鉄道井川線の概要をさっくと、井川線はもともと、水力発電所を建てるべく、いろいろな資材を運ぶために建てられたもの。1935年に建てられたものですが、目的が目的なだけに、当初の線路幅は762ミリ、特殊狭軌とかナローゲージとか言いまして、76歳児の土用と同じくらい狭い線路幅です。その後1年ほどでジャパニーズスタンダード、狭軌線67ミリに変わりましたが、トンネルの大きさは特殊狭軌だったんだね、と感じさせるような狭さです。後で通って確認。それから井川ダムなどの建設に伴い、この路線も井川の先までちょこっと延伸します。もともとは井川からさらに、東大ライクというところまで伸びてたのですが、今は休止どころか、多分、廃止になってます。それから1959年、中部電力が運営していたこの路線を、大井川鉄道が引き継ぐことに。ただし、鉄道資産自体は中部電力が持ったままです。お前のものは、俺のもの、俺のものは、お前が頑張れムーブ。でも井川線の赤字額は今でも中部電力が負担していますので、お前がヤバけりゃ俺がやるの、イケメンジャイアンムーブですか。その後、長島ダム建設のため線路を付け替え。この時にアプト式が一部採用されました。アプト式は、急勾配を登るのに特化した、歯車を組み合わせて登る走り方。まあその区間に来たら、もうちょい詳しく説明します。それと、電線がアプト式ってわけじゃありません。
本は DD20 系機関車による牽引。とはいえ機関車が小型客車を牽引って形も、まあ、とんでもなく珍しいです。というわけなので。森林の中のごつい目形の中に紛れ込む、明らかに異質な何かがいます。さっき映ったのは、2022年8月から日帰りツアーの形式で運行を開始した、トビー号です。これは井川線の本線と同様、トーマス率いる喜怒哀楽激しい車両軍団に一部侵略されたもので、本線と同じく、小さい子供をターゲットにしてます。私みたいな大きい子供は、普通の車両でも喜びます。とにかく本線でのトーマス号の成功を機に、大井川鉄道は井川線でも、バズることを狙ってます。走行してたら、雄大な吊り橋が見えてきました。両国吊り橋。大井川もこんな上流まで来れば、そこかしこに吊り橋が見えるのですが、井川県内ではここの吊り橋が、一番最初ながら一番雄大。かも、まだ川自体は本気出してませんが、テンションを上げるには十分な壮大さです。ちなみに、井川線では車掌さんが、井川線と沿線風景について説明してくれます。私の存在意義が危うい気がしますが、まあまあ気にしないことにしましょう。本路線は山際っ際を走る都合上、トンネルが61箇所もあります。橋だって55箇所もあります。全路線の3分の1が、トンネルと橋で占められているにもかかわらず、開発のためにここまでやったるで、っていう意気込みは、なんというか、やらまいか精神を彷彿とさせます。いやその精神は、静岡は静岡でも浜松特有のものでした。トンネルが多いとなんか萎える気はするんですが、楽しむための工夫がされていますので、心待ちにしましょう。え？シンクバーいじればまたなくていい？倍速視聴すれば、またなくていい？この路線に、現代の雑踏の常識は通用しません。武士のごとく、名教止水の心で待つのみです。大井川のごとく名教止水ってなったら、普通に川の水全部止める状況になりますが。スロフ300系は原則、大井川よりが二人掛け、反対側は一人掛け。大井川を見たい場合は、二人掛けに座ることを推奨します。そういやこの306号の座席の座り心地について言ってませんでした。で、こいつにはバス座席が使われているんですが、なんかね、座面が低いです。井川線にも伸び伸び座席を導入しましょう。冗談です。割と居住性はそんな悪くないですよ。さて、沢間に到着。ホームが見えそうで見えません。福祉部の全年齢基金レースぐらい、見えそうで見えない。ホームにはついていますが、高さが地面とほぼ同じで、半ば地面と同化してます。同化してます。県内3位の面積を誇る川根本町を、どんどこ北上しまして、お次はどもと。川根本町といえばもちろんお茶ですが、お茶が有名になった背景はいろいろあります。まず気候ですが、この近辺はよく雨が降り、水はけも良いです。さらに山がちがゆえ、日照時間も短めでした。その上、川からの霧が常にムンムンしてました。今のところ泣き虫もやもや陰キャと、なんかな要素しかありませんが、いずれも、誇り高き香り高きお茶には、モテる要素です。日照時間が少ないと、寒暖差にメリハリがつきます。すると虫が、近寄らんとこ、するので、お茶が虫食いの影響を受けにくくなります。そして川の水面付近の霧、川霧は、暴走、直射日光防止にも役立ちます。こうして、川根のお茶は良質な環境のもと、ブランドを築き上げました。しかし、それだけでは有名になれません。例えば浜松のうなぎ、小田原のかまぼこは、大動脈、東海道の力で、一躍有名になりました。しかしここは閑静な山の中、物流はひどくわずかなものでした。そこで川根の茶を広めたのが、江戸時代にみかんの転売屋として名高かった、紀ノ国屋文左衛門。彼は大井川の木材とともに、川根茶を江戸にホイホイ送ったと言います。それが受けて、いい感じのブランドになる基盤を築き上げました。年貢として納められたという記録すらある、川根茶。この令和の時代に、給料は茶場で払うよ。って言ったらおそらくぶん殴られますが、川根茶の基盤の基盤は、かなり昔から確立していたことが伺えます。この解説している間の序盤以外、茶畑ほとんど映ってなかったんですが、奥泉を過ぎると茶畑率減るので、ここまでに語りたかった。さて列車は、大井川と寸又川と、あと横沢川が合流する、三叉橋を横断。こういった観光スポットでは、徐行してくれます。列車はやはりさらに上流にダムがある、寸又川に別れを告げ、大井川のさらに先まで行きます。1日平均 0.2 人が乗車する、犯人だけ乗りまーしたー。どころの騒ぎではない土元駅を発車。あたりには民家4軒、うち3軒には土元さんが住んでいるというそうです。4分の3 vs 4分の1って言うと、生物の優勢劣勢を思い出しますが、今は県警と県警って言うんでしたっけ。あとこれは本当の余談ですが、土元駅から道路を正直に北上すると、漏れなく行き止まりです。こうも山の中だと、さすがに地形の制約を受けるからか、道路の密度は少し低めです。でも、まだ車でアクセスできるだけいいです。昔は土元駅への道に橋などかかっておらず、井川線が命綱だったそうです。車社会の静岡で、車を持つことすら許されないとは、なんとも村八分ならぬ県八分です。
あ、買ったスケロク寿司は普通に美味しかったです。今思うと、もう少しおにぎりとか買っとけよかったかなって思います。イカは1000円店にはコンビニもないどころか、飲食店すらほとんどありませんので。と、イカは線と大井川鉄道本線との接続が取れているとも限りませんので、とにかく、次は川猫山。小、山、がつく駅は全国に6つほどありますが、こちらは、小山、って読むとターン。ついでに、駅名に、猫、が入ってる駅だって6つしかないのですが、川猫山はそのうちの1つ。で、大鉄はやはり、フットワークが軽いです。じゃあ何をするか？今でしょ、自分で言った相手なんですけど、何が？フットワークの軽い大鉄は、2020年2月22日から、川根尾山駅を猫駅にしようと企みました。ただし駅名を変えたのではなく、猫の写真などを飾ってみた感じです。よく見ると、川猫山、って書かれた紙切れも、申し訳程度にぶら下がっています。猫はいません。よろしくお願いします。その次は奥泉。一応は主要駅です。ダムとかいうでかい水たまりに聞きってるのかは知りませんが、飛び号は次の奥泉止まりです。マジレスすると、ここより先もアット式にしたようだからって説はあります。側面に7とか書いてあったのに、実際は6駅しか結ばない。惜しい。看板の向こうのファーシーだって言ってますよ。惜しいよ悲しいよ。え、動物番組みたいな吹き替え、失礼しました。列車は奥泉に到着。ところでここら一帯では、何回かの発掘調査を経て、縄文時代の遺跡が見つかりました。下の階と遺跡って言いまして、高校の郷土研究部が発見したもの。スマホ片手に縄文人のごときダンスを踊る、昨今の高校生とは真逆を行くスタンスです。そんなこともありまして、駅前には縦穴式住居を模したトイレがあります。さすがに貝塚を模したら、まあめちゃくちゃ倫理的にダメだとは思いますが、結構話題に上がりやすい取り組みで、そこそこ面白いなって思います。というか、今話題に上げましたし、お次はアット市城駅。もともとは川根市城駅でした。アット式の導入に伴い、旧線から新線に変わったついでに解消されました。アットっていうカタカナがつくだけで、随分格が上がった気がします。カタカナはインポータントなので、フリクエントリーにユーズしていきましょう。でもあんまりヘビリーにユーズすると、センテンスがゲッティングロンダーいたしまして、このフレームのインサイドにアーティクルが飛んできます。遥か遠くには、カーブを走るイカワ線のように、ギラリと輝く真っ赤な真紅を反らせる、県道388号の泉大橋が見えてきました。まるで鉄道開業150周年のロゴを彷彿とさせる、そんな美しい橋です。あ、鉄道開業150周年、おめでとうございます。イカワ線の旅客開業からの歴史はその半分、75年にも満ちていませんが、頑張ってください。大井川ダムの横を通れば、もう間もなくアット市城駅です。向こうに見えるは市城吊橋といいまして、ダムが立っても木材を運べるようにすべく、鉄道橋として建てられたもの。ですが、井川まで延伸するときに、用済みに。それで、道路橋に転換しました。これが第一の廃線跡です。向こうに止まるは ED90 系。ここからはこの電気機関車が、アット区間を率いてくれます。エレクトロニックの E と、動輪が4つあるから、アルファベットの4番目の D を合わせて、ED です。黒い部分が相模線の205系に見えなくも。そんな井川線の、2つの意味での山場を、見に行きましょう。これ余談なんですけど、車掌さん曰く、井川線で車両故障って稀らしいです。路線の性格上、走行距離も運行頻度も短めだからかもしれませんが、車齢40年超えの機関車や、60年超えの客車など、経年でちょい型が来始めているっていうのも、少し影響してるのでしょうかね。一応客車はスロフ318号を新造、っていうか、旧車両のスロフ501号を改造したのが、今年出ましたが、機関車の代替はなんとなく難易度高そう。井川線、50年後はどんなメンツが走ってるんでしょう？走行語ってるうちに、がっちゃり連結しました。右側のアット式電気機関車の方が、車両番号の数字は大きいので、広告でよく見るクソゲーだったら、左側のちっちゃい方が消えてます。井川線はそんな弱肉強食の世界ではないので、相互扶助の関係のもと、悪徳感を乗り越えます。一駅だけ活躍する、頼れる先輩、いや実際は ED90 系は1989年製なので、一駅だけ活躍する方は後輩です。とにもかくにも発車してしまう前に、早く戻ります。あっこっちじゃない。井川線の車両にはトイレがない上、井川線内ではトイレがある駅も限られているのですが、さすがにアクト市城駅では、列車の連結シーンみたいです。ちょっと尿意を催しているような気もするのですが、停車時間4分では何かを犠牲にするしかありません。というわけで、決壊しないことを祈りながら、井川まで耐えます。あと1時間のはず。ここからは後ろから押される形で動きます。DD20 系は一旦お昼寝中。あと補足。ドアは自動で開く、閉まるとかはなく、完全に手動です。最近は手でガラガラ開けるドアすら、田舎からは姿を消しつつありますが、
こちらは自動ドアではないどころか、ボタン式ドアですらありません。車掌さんが車両を回ってドアを開けます。それまでは降りられません。出発時もまた、車掌さんがドアを閉めます。車掌さんがドア開閉や、各車両の乗客の検察などで、車両を頑張って移っていく姿は、結構心打たれます。ここの人件費とか削減したら、どうなるんでしょうね。さて次は長島ダム。一つのダム建設のために、わざわざ大規模に新線を敷いた区間。旧線はアクト式など使わず、根性登山。後々廃線跡が見えるかも。この区間のみ、急勾配を登るためのアクト式採用、というのは言っている通りなのですが、アクト式は、地面の歯車レールと区間車の歯車を噛み合わせて、すり落ちないように走る仕組み。このシステムを発明したスイス人、カール・ローマン・アクトって人から取ってきてます。地面に敷いてる側の歯車がラックレール、区間車側の歯車がラックホイールピニオン。これらで進むのがアクト式で、ラック式鉄道の方式の一つに数えられます。現存するのは井川線が唯一ですが、過去にも東京から近めのところで採用されました。皆様ご存知、信越本線の薄い峠。そちらはかつて、アクト式で薄い峠を乗り越えていましたが、車両のスペックアップと新線付け替えのため、薄い峠のアクト式線路は、1963年に剥がされました。新幹線が開業すると、追い打ちをかけるように、横川から軽井沢までの在来線もろとも廃止に、もともとは首都圏と新潟を結ぶ鍵となる、強強輸送の路線だったのに、なんとも凋落激しいです。ちなみに薄い峠のアクト区間の勾配は 66.7 パーミルで、角度で言うと 3.8 度くらいでしたが、この井川線のものは90パーミルもあり、優に5度を超えます。たかが5度とは侮るなかれ。意外と体にグググッときます。ところで、世界一急な勾配を登る鉄道路線は、スイスの首都市鉄道の 110% だそうです。はるか遠くの桁違い相棒に思いを馳せながら、後ろで支える存在を応援。車掌さんが、後ろ見るとアクト車両見えるよ、って言ってくださりました。真面目に後ろを向いてしまったのですが、これ学校の生徒会長選挙だったら、みんな後ろ向きましたね。俺は統率力ありますが、ははとかいうセリフが後に続くやつですね。夜メロンの学校ではマジでやった人がいたので、警戒しましょう。そろそろこすられすぎてるって息に入ってそうですが、対岸には、アクト一城キャンプ場が見えてきました。ただの僻地にあるキャンプ場とは侮るなかれ。このキャンプ場が売りにしている遊びの一つに、ミステリートンネルでの肝試し、があります。使われるトンネルは大鹿島トンネルと言いまして、アクト一城駅に通じているトンネル。川根一城駅に通じていると言った方が正解かも。もう皆様お察しの通り、この大鹿島トンネルは、井川線の旧線が通っていたトンネルなのです。井川線の旧線はお役御免になっても、なんとか第二の人生を歩んでいます。でも肝試しのトンネルになってるってことは、これ第二の人生、って言えるんですかね？ふとしているうちに、長島ダムが見えてきました。長島ダムは調査開始から30年近くかけて、2002年にようやく完成したダムです。長さは308メートル、高さは109メートル、水を7800万立方メートル貯められる、大きなダムです。トイレで行ったら、大でマックス156億回流せます。大井川を半ば沈めている存在といっても、語弊はないでしょう。ところで、あそこには橋がかかっており、しぶき橋、という名がついています。名の通り、ダムからのしぶきがかかります。飛沫飛ばすやつなんぞ抹殺 J の現世とは対照的に、やたらしぶきが吹かれる世界です。ちなみにここら辺は、環状線っていうバス路線が、並んで走っているのですが、そのバス車内からも、しぶき橋を望むことができます。80パーミルを誇る箱根登山鉄道よりも急な線路を、歯型レールの力を借りて完走。完走した感想ですが、とってもすごかったです。長島ダムでも下車チャンスがございますので、ED90 の切り離しを見に、ホームの発展の内側に降り立ちました。黄色い展示ブロックの内側がポピュラーとなった今となっては、アクト式の影には隠れがちですが、なかなか珍しい存在かもしれません。その発展の外側では、普通に利用が行われています。しかしあの ED90 もなかなかかわいそうで、この一区間しか日の目を見ることはありません。基本的に、長島ダムとアクト一城の間を、ずっと行ったり来たり、ばっかりです。でも言い換えると、日本一スローライフを送っている車両、なのかもしれません。私はあれとは対照的に、アクセプト元いた車両に戻ることにします。気分転換に、ちょいと席を移動しました。こちらスロフ316号なんですが、奥の方はオープンな空間になってます。客室内もモケットが感触系になっていて、違う雰囲気を味わえるかも。さらなる夢と緑と自然の美を求めて、水と希望ときめく大井川を、さらに上流へ。なんて言葉の美っていうか、ビジレイクを並べておきます。あ、出発する前に失礼。あそこに自販機あるじゃないですか？あの自販機が山奥にあることを盾に、弓場価格に設定してないかなって、見るだけ見ときます。そろそろ麦茶がつきそうだったので、相場を見たかったというのもあります。でも結構安めに設定されてますね。
お茶を買う分には問題ないかな。ところで自販機がある駅も限られていますので、ご注意を。伊川線は非冷房ですので、夏場はなるべく水分を確保したい。標高も、自然の恩恵レベルも高めなので、さすがに東京と比べれば涼しいですが、あ、冬場はご安心を。一部列車には暖房がついてます。すると暖房車に人が集中して、なんか温度が両極端になりそうですか。次は平安田駅。漢字で書くと平らな田んぼと書きますが、難読なのでひらがなになった、とか言われてます。JR も、関南、三国屋、大曽根、など、名だたる難読駅名人などどこ吹くか出て、小ぶりな施設らしく、のんびりやってます。まだ新鮮区間は続きます。車両南側には鉄則が見えてきます。長島ダムによってできた、半ば人工の湖です。人工の湖とかいう自然の張りぼてでも、我々は圧倒されるものです。車掌さんもアナウンスしていますが、この湖の中には急線、川根唐沢駅があります。川根唐沢駅が親指を立てながら湖底に沈んでいくシーンは、涙なしには見られなかったことでしょう。なおこの平安田駅前、鉄則手前には、潤沢な水を利用した、カヌー競技場があるそう。ちょうど手前に見えてくる、わずかばかりの陸地がそうです。駅前のカヌー競技場は、全国的にも珍しいそうです。っていうか、理論上は旧駅の上を漕ぐことになるので、珍しいところの騒ぎじゃないような気もします。と隠するうちに列車は平安田駅に到着。1日5本と聞くと過酷っちゃ過酷ですが、始発と終電が早い分、1、2時間に1本になっていて、乗る分には言うほどの苦労はないかも。伊川方面ラスト1本は途中駅で止まるので、乗り通すには少し早起きが必要ですが、でもここまで来るのが大変です。大変すぎるからか、ここ、どこだよ、って掲示が謎に貼られてますね。ここどこだなんて、この地域に住んでいる人の気持ち考えたことあるんですか？許さない。抗議し、もちろん今のはジョークです。これ断っとかないと、異常者だって思われかねないです。さて次がいよいよ奥大井湖城。日本トップクラスの秘境駅です。動画の一番最初の看板にも映ってました通り、売りとなっている秘境駅です。その前に、トンネル内に伊川線ギャラリーが、これ前までありましたっけ？何はともあれ、景色が見えないところすらも有効活用していくあたり、がっかりしてます。全部見せちゃうと、実際に乗った時に旨味がなくなるため、ここいらで。辺境を語る長いトンネルを抜けると、オアシスもびっくりするがごとく古城であった。やがて、奥大井レインボーブリッジを渡ります。室井さん、レインボーブリッジ、封鎖できませーん。でもこの奥大井のレインボーブリッジの方が、開通が3年ほど先です。遥か向こうには旧線の跡地が見えてきました。4年前の、2018年6月に撮った写真があるので、並べておきます。瓦礫が撤去されたっぽい。それに苔むして、妙に自然の一部として秩序だって、皮肉にも整備されたという印象を与えます。で、この駅が建てられた理由は、犬間駅という旧線の駅の代替、というのもそうですが、これ観光資源になるくね？ってノリで建てられたというのもあります。それで、犬間駅の対岸、蛇行する川のキワッキワに建てられたのです。この観光資源の活用は結果としてかなり成功。クールジャパンアワード2019にも選定され、高さ70メートル、トータルの長さ474メートルの橋と、エメラルドグリーンの大井川を掛け合わせた、こういう絶景スポットを求めて、奥大井湖城駅で降りる人が後を絶ちません。なお車でのアクセスは極めて難しいのですが、対岸によく整備された駐車場があるので、ちゃんと観光スポットの色はしてます。秘境駅も、あまり有名になりすぎると、秘境じゃなくなるという説はあります。秘境の意味って、一般に知られてない。人がほとんど来たことがない、って意味ですし。っていうか降りられた方、割といらっしゃいました。さあさあお次は摂祖峡温泉駅。5本来る列車のうち1本は次止まりですが、冬季平日は、摂祖峡温泉駅まで来る列車自体が、4本のみになります。運転日次第で終電がさらに早まり、下りは15時以降、列車が来なくなることも。その直前、秋シーズンは普段よりも1本だけ増便されるだけに、なんともエクストリームな路線。向こうに見えてきたのは、南アルプス摂祖大吊橋です。長さ240メートルなのに加え、堅牢な作りをしているようで、歩く人にしか渡ることを許さない、ちょっとだけ意固地な吊り橋です。ただし県道388号線が、ちょうどこの辺りを伊川線に沿って伸びているのですが、そちらにはちゃんと、車で渡れる橋が備わってます。ちなみにその道路、摂祖峡線って言います。ここまで行っといて車が通れなかったら、県道じゃなく県道ですか。摂祖峡温泉駅に到着。ここまでの間に新線が旧線に合流してます。次の3駅がものすごい駅なので、心を躍らせておきましょう。次は大森駅。秘境駅ランキングでは2位を叩き出している駅です。ここいらで県道とお別れして、伊川線は己の道を行きます。百聞は一見にしかずということで、とりあえず駅のところまでカット。する前に、いい感じの吊り橋があったので、とりあえずここの動画素材は使っときます。今はフェンスが設置されて、渡れないようになってるみたいですが。
こんなところに駅なんてあるようには思えない感じですが、列車は青森駅に到着。車道どころか、まともな歩道すらない、列車でしか行けないとんでもない駅です。もちろんすべての駅には、相応の理由があります。飲料の成果物を運び出すほか、井川ダムの作業員が寝泊まる宿舎があった場所でもありました。作業員が実質軟禁されている説はあるんですが、気にしないことにしましょう。その開業数年後、井川ダムが完成しました。めでたい。そして誰もいなくなりました。当たり前です。ダム作業員にとっては、ダム建設が終わればそれでおしまいです。それで、住む人はいなくなりましたが、まだ木材搬出の使命も、クビになりました。大井川では、川で木材をどんぶらこって運ぶ、川狩りが盛んに行われていました。ですがダムが建つと、そんなおとぎ話地味た運搬は、過去の彼方へ消えてしまいます。でも、木材が運搬できる。そう、井川線ならね。ってノリで、代替手段を講じました。しかし、輸入木材という海外からの資格が現れると、徐々に地域の林業は衰退へ。青森駅は1970年頃をもって、木材の輸送に幕を下ろしたと言われています。しかし、すいません許してください木材出しますから、という文言を消すには至らず、結果的に、とりあえず駅はあるけど、な状態になり、今に至っています。その物珍しさのあまり、令和元年度には99人も降りたそうです。これは沢間宿元よりも多いです。何もない駅のはずなのに、軽いバグが起きている。バグってか虫もたくさんいそうな駅ですが、この駅でヤバいのはクマです。12年ほど前、この駅にクマが出たので、青森駅での下車が禁じられたことすらありました。そんな試される駅、青森を出発。ここからは、相対的にはまだまとも、な駅が残ってます。さてお次は肝臓。ここいらで一つ、井川線の環状がめっちゃ難しいって話をば。かつて井川線では、摂祖峡温泉より先の末端区間で、大規模な土砂崩れが起こったこともあり、約2年半もの間、摂祖峡温泉から井川までの運転を見合わせたことがありました。その復旧がちょうど2017年の初頭のことで、私はその1年半後に行きました。でも全線乗り通すことは叶いませんでした。というのも、訪れた時は土砂崩れで、肝臓から先が普通でした。結局、300日ほどかけて復旧となりました。今回はそのリベンジの意味で乗っている、ってのもあります。ちなみに直近、2022年の5月にも、落石で3ヶ月ほど運転を見合わせました。井川線に乗るときは、運行情報を絶対事前に確認しましょう。乗りたい区間が普通だったら、数ヶ月待つ覚悟を決めましょう。ところで台風15号の被害を受けた井川線ですが、嬉しいことに、2022年10月22日から復旧だそう。意外にも迅速でした。偉すぎる。と言っているうちに、列車は日本一高い鉄橋、関の沢橋梁を渡ります。高さは71メートル。昔は宮崎県の高千穂線、高千穂橋梁が1位で、約5メートルでしたが、廃線に伴い関の沢橋梁がトップの座に、永遠の2番手から乗し上がった衝撃の存在にときめきながら、お絵描きしました。電波にはご注意。本当はもっとゆっくり絵を見せたいところなんですが、動画時間の都合上、肝臓に到着。前訪れた時は、ここから泣く泣く肝臓線ってバスに乗り換えました。大井川周遊切符はそのバスにも乗れるので、運賃面でのダメージはありませんでしたが。列車は、肝臓駅に着いたんですが、対向列車の遅延で、発車できないらしいです。現代人にとっては、これを見てもわかる通り、もはや消耗線です。息を呑む、神秘的な空間です。4年前を思い出します。昔バスに急いで乗り換えたここで、今長時間滞在できるのは、何かしらの因縁かもしれません。でもダムがピンチなので、肝臓駅のトイレに向かいます。トイレが近くなりがちな冬季に限り、肝臓駅のトイレは使えないらしいですが。駅の音もあったので、変えてきました。井川線は、いいぞ。と、ついでにたまもさんを。肝臓に来たら、このイラスト探してみてください。どう見ても都会ではないのですが、ここは静岡駅がある、静岡市葵区です。瞬間気象、初めて見る単語です。意味は、へぇ。センズ行きが来たので、そろそろ発車できそうです。それはいいんですが、センズ駅で私と共に運休の餌食になった方々が、なぜか向こうに、とにもかくにも、列車は25分遅れで、なんとか肝臓駅を出発。井川に向けて、その力強い走りっぷりを満喫します。驚くなかれ、肝臓から井川までは18分ほどノンストップです。それから、関係者以外は立ち入れないという、奥泉ダムを眼下に進んだ後、イタリアの技術を持ち込んだ、日本初の中空重力式コンクリートダムである、高さ103メートルもの井川ダムが見えてくれば、もう井川駅です。最後、時間的に駆け足に。大自然の中にぽつりと佇む駅、井川で下車。向こうには道平駅につながるトンネル、鉄橋が残されています。あの線路がまだ使われていたら、井川港列車でぐるっと回れたのでしょうか。以上、井川線でした。文字通り、息を呑むような絶景ばかりですので、早起きできる場合はぜひ訪れてみてください。
私はこの後、本当の終電にすぐ乗って、意外な回復運転を味わいながら帰りました。10分なら割と巻き返せるんですね。あと実はこの便、大鉄本線との接続が1時間待ちってことを、千頭駅について初めて知るのでした。終わります。